はい、どうも、どうも、東京のやべっちょこでありがとうございます。本日も来ていただきました。自己紹介の方お願いします。はい、コスプレ層をしております、群馬イルカです。よろしくお願いします。はい、で小説もね、書かれていると、はい。で、マラソンもやってらっしゃるんですね。あ、そうですね。この格好で走るって、結構注目されますよね。もう、私ね、本当にね、大会関係者の方々にね、非常にいつも迷惑かけてるんですよ。え、そうなんですか？もう、遅いので、とにかく。ね、もうみんなランナーさんね、エリートランナーさんばっかりだったら、もう2時間もあれば大会なんか終わっちゃうんですけど、はい、私みたいなね、太っちょが走ってるとですね、ご迷惑ばっかりかけるんで、せめてね、沿道で応援してくださってる方に、なんか笑ってもらおうかなと思って。でもあるじゃないですか、こう走ってると、こう、拝まれちゃう。そうですね。ご高齢の方々なんかはね、本当にね、拝んでくださって。修行で走ってるのかなって。おかげでそれも元気に変えて、なんとかいつも走らせていただいております。そうなんですね、はい。それなんで、もし群馬の人でマラソン大会見に来て、この格好で走ってるおっさんがいたら、私ですんで気楽に声かけてください。小説を読んでください。そしてはね、あ、そうか、じゃあ群馬中心のマラソン大会みたいな、あ、そうですね、に出てらっしゃるんですね。はい、そちらもね、まあこれからですかね、秋冬くらいかな、マラソン大会って。そうですね、近々だと、赤城の山の上である大沼コノマ、ハーフマラソンがあるんで、それをちょっと出てきますけれども。あ、そうなんですね。リタイアしないように気をつけたいと思います。ね、暑いですからね。あ、でも、あ、山の上だとちょっと涼しかったりするからね。そうですね、その代わり山だと高低差が激しいので、大変な、マラソンというよりももうこの、そう、アップダウンをね、山登りのちょっとね、ところ、トレッキングっていうんですか、入るんだろうかな、ね。ちょっとトレッキングとか、トレイルランとかと、ちょっとね、アスファルトの上なんで、あくまでもこうマラソン大会でもあるんですけど、まあ、それでも果たして本当に完走できるかね。厳しいこの条件の中をこう、大会でやるということですね。はい。そして今日は、なんと、話ですね。また聞かせていただけるということで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、本日のお話は、はい、雪山のお話。雪山のお話ですね。お、山って来ましたからね、はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ですね。あ、ごめんなさい。私っていうのはよそかな。あるところに、あるね、若い人がいました。もう今からもう10年以上前の話ですね。その人はスノーボードをやっていてですね、まあ、一生懸命若い体で、特に群馬の人だったんで、一生懸命スキー場に通って一人でもね、結構群馬の人なんか一人で滑るなんて人も多いんですけれども。あ、そうですね。でちょっと話変わりますけど、私がって言っちゃったい。スノーボード始めたのが30年近く前、はい、その頃が一番スノーボードがこうすごい盛んになって、ぶわーっとスノーボード人口が増えて、で今スノーボードもね、スキーも同じようなぐらいになったんですけれども、でそういうこう黎明期の頃ですね、の話です。まあその男の人はですね、ある程度スノーボードもできるようになりまして、まあ大概のゲレンデは滑れるようぐらいになっていったわけですね。まあ腕で前で言えば中級者から上級者になりかけぐらいの年齢、レベルになるのかな。でそうなると悪さをしだすのが人間というものでね、はい、特に自分のホームグラウンドのスキー場なんかだと、よく勝手にね、あ、絶対ダメですよ、本当に絶対ダメですからね、滑っちゃいけないところにゾゾゾッと入っていく。あと最近でいうとこのなんだ、よく事件になります。外国の方なんかがこうスキー場に行ったはいいけれども、コース外を滑っちゃって遭難してお亡くなりになるとかね、そういうことがあります、はい。まあそういう遊びにちょっとこうね、足を突っ込み出して、でまあ大体そういう人で始めるのはですね、コース外はコース外でも、完全にスキー場の、ゲレンデの裏側に行っちゃうと、本当に折り口が全く違うところになっちゃうんで、もう間違いなく遭難するわけなんですよ。
なんで最初のうちにコースライを滑りの遊びに始めた人はやっぱり林の中を滑ってみたり、あとはそれこそリフトの下をね、こうちょっと遊びに感じて滑ってみたりとかね、そういうのをこう知らすわけですね。よくないですよ、絶対ダメですからね、うん、でこう滑り出しまして、でまあ、その男の人がですね、リフトに乗ってる間にこう、結構リフトの下っていろんなものが落ちてるんですよ。ああ、よく言いますよね。ね、うん、リフトで、うん、やっぱり携帯とかいじっちゃったりとかね、うん、こうそういうんでこうポロ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 落としてて、うん、まあそういうのがあって、リフトから下を見た時にですね、ちょうどこう雪に赤い手袋が突っ刺さってるのが見えたんですね。で、ああなんですね、あんなとこに誰か落としてるな、うん、で、まあちょうどこうね、コース外その人もね、あ、面白半分で滑ってたんで行ってみようかななんて言うんで、軽い気持ちでこうザッ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 と滑っていったわけですね。でこうその手袋が落ちているところに、まあなんとかかんとかたどり着いて、で手袋を見ると割と古くもなくね、逆に新しくもない、ちょっとこうなんて言うんですかね、1世代前ぐらいのスキー用の手袋、そういった感じの代物でですね。なんで、まあ、こんな落ちてちゃ大変だな、この人片手でこの後滑ったのかな、なんて思いながら、その手袋、何の気なしに拾い上げようとしたんですね。そしたら、抜けない。手袋が。あれ、凍りついてんのかなと。まあ、まあ、このぐらいまで、雪の中で埋まってたので、もう指先だけ、本当にちょっとこのぐらいだったんでね。でこう引っ張ってあげて、凍りついてるのかなと思って、でも抜けない。あれ、なんだなんだこれ、一生懸命引っ張っても抜けない。そのうちにだんだん気づき出すんですね。これ抜けないんじゃなくて、この下に何かがあるんじゃないかと。はい、はい、もちろんスキー場なんで雪も深いしですし、特にリフトの下だったら雪だまりなんかがね、ただただ多い、ありますのでね、まあ、その下にこうなんか例えばポール、ね、ここ危険地域だからみたいなポールを立てて、その上に手袋があるとか、はい、そういったことかななんていうんでね、こう引っ張り上げようと、うん、まあ、でもそれでも抜けない。でこうちょっと雪を掘ってみて、でもなんか手袋がつながって、うん、割となんかなんだこれ、ロング手袋か。ほんでこうおかしいなおかしいななんて思って、そのうちにこう気づいてみたら日も暮れかけてきて、あ、これはまずい、こんな手袋に、かまってることに余裕はないと。でまあ行こうかなと思ったら、今度手が離れなくなったんですね、手袋と。え、うん、ずっと一生懸命引っ張ってたらなんだりしたから、汗とか体温とかで、うん、雪がね、溶けて凍りついちゃったのかなと思って、うん、剥がそうと思って、剥がせない。明らかに、掴まれている。え、手袋。その瞬間、その男の人は気づきました。あ、これは、手袋じゃないんだと。この雪の下に潜む何かに、俺は手を掴まれているんだと。それで気づいた瞬間、もう一気にもう寒気が襲ってきましたね、はい、でもこう闇雲に暴れるわけですよ、はい、手が外れない、外れないと、はい、運指どんなにやっても外れない、雪をいくらも撒き散らしても外れない。でその男の人はまだ同じスキー場にいるんですかね。ただ手袋が一つから二つに増えたそうです。以上です。どうなった？うわ、気になる。ああ、そっか、そこでちょっとお話が止まってる感じですね。はい、はい、ということでイルカさんは、ね、小説を書いてらっしゃいまして、こういうね、ちょっと怖い話でしたね、とかも、書いてらっしゃるということで、そうですね、はい、実体験とフィクションを
織り交ぜてますんで、信じるか信じないかはあなた次第です。決まりました。これはね、だからね、やっぱこうね、あんま、あれですよね、怖い話がね好きな方とかもいらっしゃいますんでね、ちょっと初めて聞いたんじゃないかなっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかななんて思います。はい、ということで、イルカさんの小説が読めるのは、検索どうやってかけたらよかったですか。はい、まあ、はい、Google 検索で、はい、エブリスタ群馬イルカ、またはエブリスタ、おっさんクエストとか、はい、エブリスタ群馬イルカの怖い話など、はい、検索していただけるとすぐ出ると思います。はい、他にもね、話がねあると思いますんでね、そちらの方もチェックしてみてください。ということで、あとは概要欄から行けるようにしておきますんで、いろいろね、まあ、怖い話だけじゃなくて、その楽しいやつとかね、おっさんクエストでしたっけね、はい、そういう話もありますから、ちょっといろいろとね、チェックしていただけたらなと思いますんで、よろしく。あと SNS とかやられてらっしゃる？ SNS はよくわからないんで、基本的には触れてないです。X とかもとか、なんか昔に作りはしたんですよ。そうなんですね。でも、はい、わかんないし、何が楽しいんだかわかんないので触れていないという、はい、じゃあとりあえずそのエブリスタの中のそのそうですね、おっさんクエストとかいろいろね、はい、たくさんありますので、そちらをね読んでいただきたいと思います。はい、ということで、まあね、ありがとうございました。まだねあると思いますんで、またね次の動画チェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。